こんにちは、綺麗なるてチャンネルのくんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じの、この髪の長さでもできるまとめ髪ヘアアレンジです。三つ編みとか編み込みとかネジネジを使わず、くるりんぱだけでやっていくまとめ髪のヘアアレンジになります。で、今日は特に私は今前髪しか髪の毛巻いてなくて、その他の髪の毛は起きてブラッシングしただけの巻いていない髪になります。なので巻いていない髪の毛でもこんな感じに仕上がるヘアアレンジになっています。アレンジが苦手だけどくるりんぱならできるよっていう方はぜひやってみていただけると嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。なるぴょ。はい、じゃあまず使うものはこちらのシリコンゴムです。シリコンゴムを選ぶ際はゴムが見えてしまっても目立たないように、髪が明るい方は透明とかを使ったり、髪が暗めの方は茶色とか黒のゴムを選んであげるのがおすすめです。私が愛用しているゴムがあって、それが PU バンドと言います。一回使っても切れにくいし、たくさん入ってるのでコスパもめちゃくちゃいいかなと思います。ネットとかで PU バンドって検索してもらえれば購入することできると思うのですが、探すのめんどくさいよっていう方はこの動画の概要欄の愛用品っていうところの URL から見れるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。今日はアメピンを使わない代わりにこちらのミニクリップを使っていこうと思います。こういうちっちゃいクリップですね。形や色は何でも OK です。目立たなくさせたいなら髪の色に合わせて選んであげるのがいいですが、別に見えちゃってもいいよっていう方は好きなものを選んでみてください。今日はアメピンが苦手な方のためにミニクリップでやっているのですが、ヘアアクセサリーを見せたくないっていう方はそこの留めている部分をアメピンに変えてもらっても大丈夫ですので、お好きな方でやってみてください。アレンジで使うものは以上になるんですが、最近はいつも言っているようにアレンジ前はスタイリング剤をつけてからやっていただきたいので、今日もこちらルフトケアデザインワックス D、 こちらのワックスを使用していきます。こちらは私とルフトさんで共同開発させていただいて作ったものになります。もう絶対にこれでやってくださいっていうわけではないのですが、アレンジする前にスタイリング剤をつけていただくとアレンジもしやすくなるし、崩れにくくなるし、ツヤが出るし、まとまりやすくなるので、今までアレンジ前はスタイリング剤つけてなかったよっていう方はぜひつけてからやってみてください。じゃあ使うものは以上になりますので、ここからヘアアレンジ解説していきます。ただ終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。髪の毛全体にワックスをつけていきます。ワックスは髪質、髪の量、髪の長さ等でつける量が変わってくるので、ちょっと出してつけてみて、パサついてる部分があったらまたちょっと足してつけてっていう感じでいろいろやってみて調整してみてください。ちなみに私はいつもこのくらいの量をつけています。耳から上の髪の毛を後ろで縛ります。くるりんぱします。真ん中に穴を開けて毛先を上から下に通してください。毛先を2つに分けてぎゅーっと締めます。残りの髪の毛を2つに分けます。両方縛っていきます。
縛る時は真ん中すぎなくてもいいので、極端に耳側に寄っているところで縛らないようにしていきましょう。少し間を空けて毛先を縛ります。ここの間をくるりんぱします。穴を開けて毛先を通します。このくるりんぱの空洞の中にもう一方の毛束を入れます。そのままクロスさせるように反対側に持っていきます。毛先を内側に折って、ここをミニクリップで留めていきます。こちらの毛束も間を空けて毛先を縛ります。くるりんぱします。穴を開けて毛先を通します。こちらに持ち上げて毛先を内側に折ったらミニクリップで固定していきます。ほぐさないとこんな感じで完成です。今回は少しほぐしてみます。上の方はいいのですが、下の方のくるりんぱをあまりほぐしすぎてしまうと、私くらいの髪の長さだと毛先がぴょんぴょん出てきてしまう可能性があるので、大胆にほぐしすぎないように注意してみてください。こんな感じで完成です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はくるりんぱだけでできるまとめ髪をご紹介してみました。毛束をくるりんぱの中に入れたりする作業があるので、最初は慣れるまでは少し練習が必要かなと思うのですが、あの作業をやってあげることによって縛っているゴムが見えにくくなったりもするので、ぜひちょっと練習してマスターしてたくさん使っていただけたら嬉しいです。はい、というわけでまた皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムをやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。